どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はちょっとね、面白い動画をここにシェアしようと思うんですけど、動画そのものじゃなくて、まあリンクみたいな感じなんですけど、まあちょっと話を聞いてください。皆さんご存知のように私、ガズレレと言って、初心者の方にウクレレ楽しいよってことを広めていったり、楽しんでくれる方にかっこいいバージョンでどんどん盛り上げていこうって、そんな活動をしてるんですけど、皆さんに公開してないですね、スタイルの動画があるんですよ。それはですね、ウクレレを触ったこともない、まるっきり初心者とも言えない、まるでわからない方にウクレレを、レッスンする様子を届けたことはないんですよね。初心者レッスン講座ということで YouTube を通じて皆さん C はこうだよ、 F はこうだよというレッスンはしたことあるんですけど、その誰かに向かってガズンがこうどんな風に語りかけて、どんな風に面白がって、その方にこうウクレレの面白さを伝えてるかっていうのを見たことないでしょ。その動画がですね、実は公開されているんです。公開されているんですっていうのはどういうことかというと、いつもガズが使ってるウクレレ G ラボの、なんとこの度 YouTube チャンネルができたよということで、ちょっと以前よりねシェアさせていただいているんですけど、その中の企画として、まるっきり楽器触ったことない方にね、ガズさんがウクレレをレクチャーして60日間でどこまで弾けるようになるかという企画が走っております。この企画なかなか面白くて、で G ラボで見つけてくださったあの可愛らしいモデルの女性、リカさんという女性がですね、こう選ばれましてですね、僕ももちろんその時に初めて初対面だったんですよ。その女性にウクレレをこう弾いて、レッスンをしていく、全くゼロの状態から1にしていく、01のね、最初の一歩のレッスンの様子がですね、見事に収められている動画のシリーズが今あるんですよ。それを今日はねシェアしたいと思います。まず最初にシェアしたいのは、その G ラボ YouTube チャンネルで行われているあのモデルのリカさんの、レッスン動画、そのシリーズ、ここにちょっと貼っときますね。ちょっとここ見てもらってですね、ここ見てみてください。もちろん概要欄にもね貼っておくんでね、ちょっと後でねそこに行ってもらうとして、まず概要欄を見てもらいたいんですけど、そしたらそのリカさんがですね、すごくこう吸収が早くて、もうものすごく面白くなっちゃったと。で、すごいハマっちゃったらしいんですよ、リカさんが。まあ、皆さんもね、この動画見てる方、ガズレレ動画すごいハマってくださる方多いと思うんで、それをね、面白がってもらいたいというのが一個なんですけど、そのリカさんがなんとですね、それでね、自分でもやりたくて、YouTube チャンネルをスタートさせて、YouTube チャンネルの中で、リカさんが自分でこう動画撮って、ここがうまくいかないとか、うわ、ここが面白いとか言って、YouTube の動画をアップロードし始めたんですよ。それもシェアしていきたいなと思います。なんで01をやった後にもうリカさんがどんどん自分で練習していく様子なんかもシェアしていきたいと思いますね。それはね、リカさんの YouTube チャンネル、今回始まったチャンネルもここにシェアしておくんですけど、概要欄にも貼っておくんですけどね。で、たまたまなんですけど、昨日ね、もうね、ウクレレその最初の01レッスンが行われて2週間ちょっと経ってるようなんですね。そしたらもう面白くてハマっちゃったんだけど、やっぱうまくいかないことがいろいろあるんで、ちょっとガズさんに聞きたいことありますということで、Zoom でですね、ちょっとねプチレッスンみたいなのをしたんですよね、オンラインで。その時に、僕がですね、そのリカさん、モデルのリカさんにいろいろ逆にインタビューしてるっていう動画を撮ったんですよ、昨日。今日はこの後にそのリカさんとかガズさんのこのね対談というか、ガズが質問してる動画面白いんで、この後貼り付けておきますんで、まあそれを見ていただきたいんですけど、皆さんね、このガズがウクレレを触ったことなんかに教えている動画っていうのを見るとですね、めちゃくちゃね有効なお勉強になると思います。まずね2つあると思うんですけど、まず1点は、今本当まさにウクレレ始めたよという方にですね、ガズさんのこの教え方を見ると、あ、なるほど、そこにそういうことあったのか、ガズレレの初心者レッスンシリーズにはないような表現もいっぱい出てくるんで、そこでもう一回確認して、今一度初心者の方、やっていただいて続けていただけるっていうのはまずあると思います。そしてもう一個は、自分がウクレレやって楽しいんだけど、誰かにこうこの楽しさをね、シェアしたいなとか、こういうふうにやったら面白いよっていう方、やり方、人にどうやってこの楽しさを伝えたいかということを、ガズさんのその伝え方を見るとですね、あ、こういうふうにね初心者の方にね、やってもらえばいいんだなっていう、そういう参考にもすごくなると思うんですよね。でぜひこれはですね、皆さんに見ていただきたいなというふうに思う動画なんでございます。はい、そういうわけでね、昨日ね収録したリカさんのガズさんがちょっとインタビューしている動画、この後すぐ貼り付けます。またここに戻ってくるんですけど、ひとまずそれ見てみてください。どうぞ。はい、そういうわけで、リカさん、ウクレレ60日チャレンジ中のリカさんと今ね Zoom でつながってます。元気ですか？こんにちは、北野リカです。いいですね。元気です。
すげえ楽しそうな感じが伝わってる、いつもね、YouTube 拝見してるんですけど、今日はね、たまたまなんですけど、リカちゃんが、いろいろガズさんに聞きたいことが山ほど溜まってるよってことで、今、ズームでやってて、これもね、もうちょっとしたら、G ラボの YouTube チャンネルか、リカさんの YouTube チャンネルかで公開になると思うんで、まあ、お楽しみにしといてほしいんですけど、今日はですね、ガズレレ動画では、まあ、リカさんがですね、ウクレレ始めて、どん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 ね、面白いように上達してるというか、楽しんでるところが、なかなか面白いよっていう動画をね、今、皆さんにこれシェアしようと思って、これ今リカさんとこう繋いでいただいてるんですけど、面白いですか？もうすっごい面白いです。本当よかった、本当に面白いです。最初だってさ、その G ラボからさ、じゃあそれやってみるって声かけられた時はさ、なんか別にそんなね、なんか私にできるかなって感じだったのかな、どんな感じだったの、ね、はい、なんか最初ウクレレって聞いて、ウクレレっていう私できないけどっていう感じだったんですよ。だから使ったこともなくて、でもよかった、どういうものなんだろうみたいな感じでしたね。なんかね、今までね、見たことのない扉を開けてしまったような感じだな。そうですね、本当にそんな感じでした。鍵盤楽器やられてたんだもんね。はい、ピアノをちょっとだけやってました。僕もガズピアノをやってて、鍵盤楽器も面白いけどね、やっぱこの弦楽器のね、このなんか素朴な感じっていうかね。うん、でもリカさんのその動画、ちょっとこれ見てるみんなも見てもらいたいんだけど、ね、すごいね、やっぱりね、面白さがもう伝わってくるからいいね。ああいうのね、やっぱ素敵ですよね、やっぱり。で、見てる人ももともとリカさんと同じ道筋を辿ってるから、もう本当に。なんで、それはね、今、みんな、ガズレレ動画見てる人は懐かしいと思ってくれてると思って、もう全開にいてくださいね、リカさん、もう本当に。もう、かっこつけたりね、上手に見せようと思わなくてもいいんですよ。とにかくもう楽しんで、やっぱり、それ。そうですね。はい。今日は、急遽ですけど、生、ズーム配信、ズームでやってるところに、お願いしてですね、この動画を撮らせてもらってますんで、はい。リカさんの、YouTube チャンネルがあるんだよね。YouTube チャンネルと、YouTube チャンネル、じゃあどっか僕この辺に貼っとくんで、まあ、概要欄にも貼っとくけどね。あと、インスタグラム始めたんでしょ？同時に。はい。始めました。リカさんって元モデルさんなんですよね。そうです。モデルさんなんですよ、皆さんね。スラッとしてて、僕も最初会った時すげえ背が高いね、さすがにモデルさんだなと思ったんですけど、いや、なんでそんなリカさんの応援の方もよろしくお願いしますということで。よろしくお願いします。はい、とにかくリカさんのウクレレのね、楽しみっぷりが僕もなかなか面白いなと思って応援してます。はい。ありがとうございます。そんな感じで、じゃあ、また、あちこちでどっかで会ったりセッションしたりとかするかもしれない。また皆さんも楽しみにしておいてください。それではリカさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったですか？もうリカさんね、めちゃくちゃ楽しいみたいで、ものすごいね、ハマっているということで、まあ、皆さんもね、実際あの感じの流れをずっと見ていただくと、私もそうだったなっていうふうに思われる方もいるし、まさにね、今、まさにこの感じっていうふうにね、共感される方すごく多いと思うんで、ぜひ皆さん、応援の方よろしくお願いします。G ラボの YouTube チャンネルとリカさんの YouTube チャンネルね、これからのフォローよろしくお願いします。いいねとかね、していただけると、まあ、嬉しいなというふうに思うんですけど、まあまあ、こんな感じでガズレレではですね、音楽をね、聴くからやるに、変えることをですね、やっぱずっとしていきたいなというふうに思うんですよね。音楽って聞くよりやる方が最高ということで、音楽やると楽しいから笑顔が増えるでしょ。笑顔が増えるとやっぱいい世の中になるなというふうに思うし、やっぱり僕が皆さんに面白いよっていうことで皆さんもそれをキャッチしていただいたように、皆さんも面白いよって周りにね、言ってくださるとですね、やっぱその分そういう笑顔が増えてね、やっぱね、音楽やるとね、まあ豊かな気分になりますからね。だから上手にできたとか、すごく難しいことができたっていうのも、まあ一個のね、面白みですけど、それよりもやっぱり音楽って本当豊かで楽しいなという、そういう感じのね、音楽のあり方っていうのは素晴らしいなと思ってます。皆さんもぜひね、この楽しさ周りにこうシェアしてあげてください。あと、いつもの話なんですけど、朝7時半からガズラジというラジオ配信しています。スタンド FM というアプリ内でのラジオ配信で、いつでもどこでも誰でも無料でね、聞けるラジオ配信です。365日喋っております。はい、これもちょっとここにリンクも貼っておくけれども、ぜひフォローしてください。そこでもね、やっぱり音楽をやる人を増やしたいなという
うのが僕のね、やっぱ思いなんで、やっぱり、ね、本当ね、皆さんも皆さんが楽しむことがもうそれにすでに繋がってると思いますんでね、ぜひこれ楽しんでいただいて、はい、今回のリカさんの動画を見てですね、なんか僕もね、久しぶりになんかああいう感じの面白いっていうか、ぜひみんなにも見てもらいたいなと思って今日この動画撮りました。はい、音楽がこう、今までできないと思い込んでた方がどんどんできるようになっていく姿っていうのは、やっぱり、ね、すごくキラキラしてエネルギーギッシュでですね、はい、そのモデルのリカさんもすごいね、さらにね、なんか笑顔が増えて、なんか可愛らしくなったなというふうに思っております。皆さんもちょっと応援して、一緒に応援して、自分もね、楽しんでね、一緒にこう、行きましょうという感じでございます。それでは皆さん、今日の動画見ていただいてありがとうございました。引き続き、ガズレレと G ラボとリカさんのチャンネルなどもよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。